痩せるオーガニック食材トップ3お伝えしていきます。コスパも良くておすすめですよ。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご活用くださいね。ご登録お待ちしております。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのオーガニック食材で痩せることができるのかというその痩せるポイントについてあなたにお伝えしていきますね。2つあります。一つはあなたの腸内環境を整えてくれる食材だからなんですよ。もうこれすっごくね大事なんですよ。もうとにかく健康的で綺麗に痩せたい、またね一旦痩せたらもう絶対私リバウンドしたくないっていう方はまず何をすればよいのか、それはですね腸内環境が整っているかどうかなんですよ。この腸内環境が整っている状態っていうのは痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですねあなたの腸内で元気いっぱいいろんな種類がいてくれて、しかももう種類が豊富でどんどんあなたがですねその細菌たちが喜ぶ餌を与えてあげることでそのまんまあなたの腸内で住み着いてくれるっていう、このね住み着いてくれるっていうのが大事なんですよね。入った善玉菌がすぐにいなくなっては意味がないわけです。なのでいかにあなたの腸内に痩せ菌たちをいつまでも元気な状態で住まわせることができるのかっていう、ここにかかってるわけですよね。そのためにはやはり善玉菌たちが喜ぶ餌を与えてあげないといけない、その材料となるものを取りましょうねっていうことで今回選んできております。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。そして2つ目です。無添加であること、まあ、オーガニックっていうぐらいですかね、必ず、まあ、無添加であってほしいなって思うんですけれども、せっかくオーガニックを何かしら使った材料に最後の方でね化学調味料とか人工甘味料とかそういったのがセットで味付けされていてももう元も子もないわけですよね。まずはそういった食品添加物を取ってしまわれると腸内環境がもう乱れてしまって善玉菌たちが住めなくなってしまうわけですよね。逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちがやったーって喜ぶわけです。どんどん欲しいって甘いものを大歓迎、ね、人工甘味料化学調味料大歓迎って、まあ、そうなってしまうともうどんどん太ってしまうわけですよね。なぜかというと悪玉菌たちが欲しがるのが太る食べ物なんですよ。なのであなたがあれ食べたいこれ食べたいってなんでこんな太るもの欲しいんだろうって思ってしまってらっしゃるとしたら、あなたが終わるんじゃなくてあなたの腸内にいる悪玉菌たちがあなたに命令をして食べさせてるんですよ。実は操られているわけです。なので逆に言えば善玉菌たちにこれを食べてって、私たちこれ好きなのって言ってもらった方があなたは自然と痩せるものが食べたくなるんですよ。そこを変えていく必要があるわけですよね。ということでそういう状態にするためにはこういった無添加であるものを選ぶ必要があるんですよね。いくら痩せるものって言われているものを食べてたとしてもそこに加工されているものが入っていたら NG なわけです。こういったものを食べてしまうとあなたのお体が酸性に傾いてしまって、結果そのあなたの体内のいろんな機能が働かなくなっていくわけですよね。で結果がんになってしまったり、今太ってしまったり、今いろんな不調が出るわけです。そうならないためにも私たちは体内は弱アルカリ性を保っておく必要があるわけですよね。そういったこともとっても大事になってきますから、まずは無添加のものを選んでいきましょうということです。でまたこの無添加のものの逆ですよね、どんなものが一体悪いのかっていうのを今からお伝えしていきますね。では2つ目の項目です。何をということで、さらにここから詳しく、先生無添加無添加ってじゃあどんなことに気をつければいいんですかっていうそのポイントを分かりやすくお伝えしますね。まずは化学調味料を使ったものを避けましょうです。でこれは食品をね購入した時に原材料名にわざわざ化学調味料入ってますなんてね書いてくれてません。そこでじゃあどんな風に書いてあるのかと言いますと、調味料カッコアミノ酸などと言われるそのグルタミン酸ナトリウムが入っています。でこの
調味料かっこアミノ酸などと表記されているのが実は化学調味料になりますから、もういろんなものに残念ながら入ってますよ。もうお菓子もそうですし、調味料系もそうですし、もうありとあらゆるものにこの化学調味料残念ながら入ってますから、もうとにかくあなたは今知りました先生という方はですね、しっかりと商品購入する際はこういうふうに書いてないかなって見ていただきたいんですね。そうすることで痩せ体質にと近づくことができます。でまたこういったものはですね、やはり腸や肝臓に負担をかける結果、まあ、太る原因にもなったりとか、病気、まあ、疾患、ね、病院にお世話になってしまうというその悪い、ね、サイクルへと入ってしまいますから、ぜひ選ばないように心がけていただきたいなって思います。ではもう一つです。人工甘味料です。でこちらはですね、もういろんな種類あるんですけれども、まあ、ポイントとしては糖質ゼロとかノンシュガーとか書いてあるのに甘いものというのは、もう人工甘味料の可能性が大というのは、もうそういったものになりますから、気をつけていただきたいなと思うんですね。そもそも甘いのにカロリーがないっていうのがね、おかしいことなんですね。あの甘いもの欲しいっていう時は、やはりその脳がカロリーが欲しい、糖質が欲しいって思ってるからあなたに命令を出すわけですよね。なのにあれって甘いもの食べたのに全然カロリー取れてないじゃないかって脳がね、もうバレッバレ、脳にもう騙せないわけです。脳はおかしいって、糖質取れてないって、そうするともっと甘いもの欲しいってあなたに命令してしまうんですよね。そうするとあなたはその指令を受けてしまうわけですから、もう甘いものがやめられない、止まらないなんて、どんどん太ってしまう、その悪いサイクルになるきっかけが実はこの人工甘味料で、あ、ますます甘いものが食べたくなってしまうっていうことになりますから、もうぜひ気をつけていただきたいなって思います。ではいよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回はトップバリューさん、イオンで見つけましたオーガニック痩せる食材トップ3ということで、ランキング形式であなたにお伝えしていきますね。ではまず第3位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックの麺つゆになります。いかがですか。これからね、だんだん暑くなってくると、冷たいこう麺類とか、まあ、それにもかかあのそうでなくても、こういろんなかけつゆとか煮物とかいろいろなものに重宝するこの麺つゆなんですけども、残念ながら先ほどお伝えしました通り、化学調味料がですね、もういっぱい入ってる麺つゆがほとんどなんですね。もうぜひあなたも見てみてください。こう裏を見てね、こちら原材料名って書いてあるところに、調味料かっこアミノ酸などって、まあ、要はあの人工的な旨味成分を入れることで美味しく仕上げてるわけです。そういったものをどんどんかけて召し上がってしまったり、味付けに使ってしまうと、先ほどお伝えしたような悪い効果が出てしまって、いくらその痩せる食材を食べたとしても味付けで、ね、太ってしまうという、調味料で太っちゃうということがね、実は隠れたね、その太る原因になってきてしまうんですよね。なので今回私が選んだのはオーガニックの麺つゆで、有機醤油を使ってくださっていて、しかも有機砂糖も使ってるんですね。あと鰹節と北海道産の昆布で風味を効かせました、まあ、2倍濃縮タイプになるんですけれど もうこういったものであれば安心して使えますよね。もう原材料名も有機醤油、有機砂糖、有機 の発酵調味料と食塩、鰹節と昆布エキスと昆布かっこ北海道産、椎茸エキス、鰹節エキスでできています。でこちらの、まあ、麺がね、一番最初に有機醤油と書いてあるだけに、この麺つゆ作る時に一番使ってる材料は醤油になるんですよね。でその醤油もその選ぶポイントがありまして、まあ、麺つゆもそうなんですけれども、こういったパッケージのところに、まあ、有機って書いてあったり、無添加とか生とか長期熟成とかね、国産 100% とか、こういったように書いてある、まあ、お醤油であったり、まあ、めんつゆであったりするものが痩せる調味料になりますから、ぜひチェックしてみてくださいね。であのカウンセリングをね、私のクライアントの方も、そのダイエット指導する方たちたくさんいるんですけれども、そのクライアントの方からね、よくあるお話が、もう先生って、もう先生がねご紹介してくださるその痩せる調味料とか分かるんですって、体によくって痩せるって分かるんだけど、結構そのオーガニック商品ってネットとかで見るんですけども高いじゃないですかって、だからなかなかこう
多くね日々こうよく使うものにそういったこう高価なものをね購入するってなんかなんかねちょっとこうなんか主人になんて言われるかなとかやはりねこう気にしていらっしゃる方も多いんですけれども、このグリーンアイのシリーズはやっぱコスパがいいんですね。普通こんな状態のいいもの買おうって思ったら結構なお値段するんですけれども、やはりコスパの面で言ってもこちらおすすめになりますので、まあ、気軽にね購入できるといいなと思って選んできました。では続いてまいりましょう。第2位はこちらです。切り干し第5になるんですが、グリーンアイシリーズのオーガニックの千切り大根になります。こちらはですね、あの有機農場で冬に収穫した有機大根を千切りにもしてあります。そして天日干しで乾燥をさせましたということで、こちら JAS 有機ジャスマークがまあついてるんですよね。でこちら裏を見てみますともう素晴らしいです。もう原材料が一つだけ、有機大根なんですね。でこの干し野菜が何がいいかと言いますと、その生の大根を召し上がるよりもギュッと干されたことで栄養価が吸収され凝縮ねされて、ものすごくね痩せ効果も上がりますし栄養価も高いことでもう体にもいい健康にもいいってものなんですよね。ちょっと見てください。天日干しされたことで栄養価が上がりました。そのことで生の大根を召し上がるよりも食物繊維が4倍に上がるんですね。でカルシウムが5倍、鉄分が3倍、まあ、他にもマグネシウムが含まれていたりとか、もうミネラルがいっぱい取れるのがこの切り干し大根なんですね。でよく切り干し大根で先生なんかこう煮物にしたりとかして、あんまりね子供が食べないんですよとか、なんかこうレパートリーがこれなんかないんですよという方も結構耳にするんですけども、私はどうしてるかというと、お味噌汁の具にこれもあとちぎってですねバーンって入れたらもう OK ってしてます。すっごく便利ですよ。もうあっという間に痩せ味噌汁ができますし、まあ、サラダにねしてもいいと思うんですけれども、リンゴ酢につけてみたりとかですね、酢のものにしてもいいです。もうこういった万能の切り干し大根もぜひこのオーガニックになります。もう普通の農薬たっぷり使ったような大根を使った切り干し大根ではなくって、有機栽培有機農場で作ってもらった無農薬のこういったものをぜひあなたのねあの食品食材にね仲間に入れていただきたいなと思います。はい、ではいよいよ第1位はこちらです。グリーンアイシリーズのオーガニックきな粉になります。こちらも有機栽培大豆を使用して、あのしっかりとですね直火で焙煎していただいて入り上げた香ばしいきな粉に仕上げましたということで、これもねあのいいんですよ。ちゃんとここにちゃんとですね使い終わってもチャックして閉じれて乾燥も防げますし、こちらの原材料面も有機大豆のみになります。で私別動画で痩せるきな粉ドリンクということでお伝えしているぐらい、もうきな粉すっごく痩せ効果ありますからね、ぜひ作ってみてくださいね。詳しい作り方はここではご紹介しませんので、この動画見終わった後に痩せるきな粉ドリンクの動画でご覧ください。でこのきな粉っていうのは実はもう大豆製品ですよね。で大豆製品っていっぱいあるんですけれども、実はその最も食物繊維が含まれたものがこのきな粉なんですね。で大体大さじ1杯で食物繊維が 2.7g も取れちゃうということで、もう便秘解消にもお役立ていただきたいですし、もう何よりも高タンパクです。もうたったの大さじ2杯で1日に必要なその食事の1食分のですね、大体1食分のタンパク質は 20g は取ってほしいですっていうその数値があるんですけれども、そのなんと半分がたった大さじ2杯で取れてしまうという優れものになりますし、別動画でお伝えしていますきな粉ドリンクは豆乳も使ってますが、そこでもまた大豆、きな粉でも大豆ということで、もうとにかく高タンパク質取れてしまいます。でそこで何がいいかと言いますと、痩せるためにはタンパク質ってもう絶対大事なんですよね。もうそもそも臓器、内臓を作る材料、筋肉の材料、体を作る材料、もう全部タンパク質になりますから、必ずダイエット中はこのタンパク質と食物繊維が必要になります。そこでこのきな粉を取ると同時に取れちゃいますよということでおすすめして第1位に選びました。ぜひご活用くださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はオーガニック食品痩せる食材トップ3ということでお伝えしました。通常、まあ、オーガニックやはり良いものっていうのは
手間暇がかかっていて結構コスパもするコストがねかかるお値段が高めのものが多い中で今回はイオンさんで選びました。コスパがよくてしかも良質なものをあなたにお届けしたくてご準備しました。ぜひご活用くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。